どうもこんにちは。このチャンネルはですね、山口県からお送りしていますが、今まで山口県のキャンプ場にいろいろ行ってきました。山口県というとですね、皆さんどんなイメージをお持ちでしょうか。山口県がどこにあるかすらわからないよという人もいると思いますが、のんびり遊ぶにはですね、なかなかいいところだったりします。今回は今までに行った山口県のキャンプ場の中でおすすめしたいキャンプ場をご紹介していきたいと思います。まずはこちら、陸奥キャンプ場。山口県の周防大島というところにあるキャンプ場なんですが、海沿いのキャンプ場でですね、そんなに広くはないんですけども、車も止めやすくて自動販売機もあるという感じで、なかなか過ごしやすいキャンプ場になってます。ただですね、いかんせんが最近は人気のキャンプ場になってるみたいで、僕がキャンプを始めた頃にはですね、誰一人いなかったぐらいのキャンプ場だったんですけども、今ではね、週末になるとかなりごった返してるキャンプ場になってるようです。周防大島の中でもですね、かなり奥まで行ったところにあるキャンプ場なんですが、とてもいいところだと思います。続いてはですね、同じく周防大島にある青少年旅行村。先ほどのですね、陸奥キャンプ場のちょっと手前にあるキャンプ場なんですが、こちらはですね、広い砂浜が広がるキャンプ場になってます。まあ、正直ですね、最近全然行ってないので、今の状況っていうのがちょっとわからないんですが、僕が行ってた頃はですね、陸奥にはお客さんがいたとしても、こちらにはお客さんがいないというような感じでですね、結構穴場のキャンプ場でした。で、穴場なんですが、景色がね、ほんと最高にいいとこなんですよ、ここ。とにかくね、海を見て楽しみたいという方にはおすすめのキャンプ場です。ただですね、サイトを設営するところが砂浜と土が混ざったようなところって言ったらいいのかな、ちょっと不安定なところではあるので、もし行かれる際はですね、長いペグとかを持っていくといいかもしれません。続きましては、片添ヶ浜海浜公園オートキャンプ場。こちらのキャンプ場でテントを張ってキャンプをしたっていうことはないんですけども、一度だけなんですけども、コテージで過ごしました。同級生4人とですね、初めての男旅ということで、車で1時間ぐらいの距離ではあるんですが、泊まりに行ったという経緯があります。で、これもね、海沿いなので景色もいいですし、ウッドデッキでですね、焚き火ができるっていうのも、個人的にはかなりツボなポイントでした。キャンプをやりたいんだけどテントを持ってないとかですね、いきなり泊まりのキャンプをするのはハードルが高いという方にはですね、こういったコテージっていうのは家のように過ごせますけども、ちょっとしたですね、リゾート気分が味わえるのでおすすめです。ただですね、ここに備え付けだった布団がですね、僕にちょっと合わなくてですね、もう鼻炎がすごくて鼻水が止まらないというような状態でした。こういったコテージ泊をする場合はですね、そういうふうに布団が合わないとかっていう可能性もあるので、もしあるようであればですね、寝袋とかを持っていくのがいいのかなと思います。でも、こちらのですね、片添ヶ浜のオートキャンプ場、一度はですね、テント泊をしてみたいなと思ってます。ただやっぱり最近は人が多いんですかね、どうなんだろう。続きましては、新平ヶ原公園。こちらはですね、無料キャンプ場なんですけども、やっぱりね、無料というだけあって人がかなり多くなりました。結構広めの公園なんですけども、設営場所によってですね、だいぶ雰囲気が変わるキャンプ場なんじゃないかなと思います。多分ね、このキャンプ場が唯一春夏秋冬全部キャンプをした場所じゃないかなと思います。無料キャンプ場なんでですね、当然ですね、このキャンプ場には管理人さんっていうのが、常にいるわけではありません。そういう理由から来るのかもしれないんですけども、ゴミを捨てたりとかですね、炭をその辺に捨てていったりとかっていう人が、結構いるキャンプ場でもあります。無料キャンプ場っていうのはですね、みんながきれいに誰にも迷惑をかけずに使うと、そういうですね、大前提のもとに成り立っているキャンプ場だと思いますので、ここに限らずですね、キャンプ場にゴミを捨てたりというのはもう絶対にやめてほしいことです。続きましてはですね、山口県下松市の笠戸島家族旅行村。こちらはですね、設備がすっごくいいキャンプ場です。もう本当にね、管理も行き届いてるキャンプ場という印象で、薪とかもね、ここで買うことができますし、自動販売機とかね、売店とかもかなり充実してます。個人的にはですね、セブンティーンアイスの自動販売機があるっていうのがかなりポイントです。で、営業時間はもちろんあるんですけども、ここのね、キャンプ場のいいところは、まず子供が遊ぶ遊具があるっていうことと、足湯があります。足湯があるのと、
ちょっとした軽食を買うことができる売店があるので、家族連れにはね、かなり嬉しいキャンプ場なんじゃないかなと思います。年越しキャンプをやるときはですね、毎回ここでやってるんですけども、まあ、冬場にねここでキャンプをするネックとしては風がめちゃめちゃ強いです。まあ、その辺がネックなんですけども、夏場はねかなりいいとこなんで、結構人が多いんじゃないかなと思います。あとですね、売店があったりっていうこともいいポイントなんですけども、他にねいいポイントとしてはね、夕日がめちゃめちゃ綺麗です。紫色っぽいねちょっと変わった夕日が見れるのでおすすめです。続いてはですね、いつもお世話になってる山口市の小鳥の森キャンプ場。こちらのキャンプ場はですね、オーナーさんが25年ぐらいかけて週末にコツコツと一人で作り上げてきたというキャンプ場になってまして、芝生のサイトでキャンプをすることも可能なんですが、柵の向こうにですね普通の土でできてるスペースもありまして、結構武骨なキャンプをやりたいっていう方は、この柵の向こうでキャンプをすることが多いということみたいなんですけども、段々畑みたいな作りになってまして、一番下の方にあるサイトであれば木もたくさん生えてるので、かなり木陰で涼しいキャンプが楽しめるんじゃないかなと思います。ただですね、こちらのキャンプ場に予約をする際はオーナーさんの携帯電話に直接予約をするという形になりますので、オーナーさんがですねこのキャンプ場にいるときはですね、このキャンプ場って県外なので、ほぼね繋がりません。なので、電話をかける際はですねちょっと面倒かもしれないんですが、根気よく電話をする必要があるかもしれません。そして次に岩国市の須川家族村オートキャンプ場。こちらはですね川に面したキャンプ場なんですけれども、木がたくさん生えてますので、かなり涼しく過ごすことができます。なおかつこのキャンプ場はですね、川下りが楽しめたり、ヤマメのつかみ取りが楽しめたり、五右衛門風呂を楽しんだりすることができます。それぞれ予約が必要なんですが、予約をするとですね流しそうめんを楽しむこともできます。ここは去年初めて行ったところなんですが、家族向けにかなりおすすめのキャンプ場なんじゃないかなと思います。そして峰市の秋吉台オートキャンプ場。こちらはですねかなり広々としたキャンプ場なんですが、キャンプ場の受付近くにはですね温泉施設も備えられています。この温泉はですね半分露天風呂みたいなところもありまして、かなり気持ちよく過ごすことができました。そしてですねこのキャンプ場の面白いところとしては、歩いて 1,2 分のところにですね過激予洞というですね鍾乳洞があります。洞窟探検をすることもできるんですが、洞窟の中ってね夏場はすごく涼しいです。なので今からの季節こそこのキャンプ場っていうのはすごく楽しめるところなんじゃないかなと思います。続いては久番家郡上関町の中之浦海水浴場。こちらはですね普通にこう砂浜があるだけのもので、あとはトイレぐらいしかないんですけども、こちらもですねかなり景色がいいところだと思います。堤防もあるので、そこで釣りを楽しんだりする人もいたりして、ここはですね親子連れでも楽しめるところなんじゃないかなと思います。キャンプ場にですね施設を求めていなくて、自動販売機とかはなくてもいいから、とにかく景色がいいところで過ごしたいという方はですね、この上関町の中之浦海水浴場、結構穴場なスポットなんじゃないかなと思います。続いては萩市の玉川キャンプ場。こちらはですね近くに道の駅がありまして、道の駅でいろいろなですね食べ物とかを買って楽しむことができます。なので旅の拠点として使う方も結構いるんじゃないかなと思います。このキャンプ場はですね隣が温泉施設になっているのと、あと RV パークも隣接されてます。なのでテントを持ち込んで、キャンプをするっていうことだけではなくてですね、そのまま車中泊を楽しんだりすることもできますので、ここからですね日本海側に行ったりとか九州に行ったりとか、そういった、旅の拠点としてもいいんじゃないでしょうか。そしてここからはですねまだ行ったことのないキャンプ場に行ってみようということで、車を走らせた映像になります。この日はですね9カ所ほどキャンプ場を回ったんですけども、かなり強行スケジュールで、なおかつですね雨も降っていたということもありまして、そんなにですね魅力がお伝えできないかもしれないんですが、ご覧ください。出ないよ今回。お疲れ様でした。それかあれかもよ、予約せんと人がおらんパターンかもしれない。ちょっと見に行くだけ見に行ってみようか。まず最初に行ったのが新野浜キャンプ場。海に面しているキャンプ場なんですが、今までお見せしたようなですね瀬戸内海の海とは全く違って、やっぱり日本海だなという感じがしました。
かなりねゴミが散らばってましたけれども、どうなんだろう、シーズン中はもうちょっと綺麗になってるのかな。まだこちらでキャンプしたことはないんですが、トイレだったりシャワーだったりもきちんと備え付けられてましたので、なかなか過ごしやすいところなんじゃないかなと思います。やっぱり場所問わずですね、海があるロケーションっていうのはいいなと思いました。多分晴れてるとね、かなり景色がいいんじゃないかなと思います。あ、今日これダメかもしれない。前あの指令がツイッターでから来とってから、その時もこんなサイレントヒルみたいな感じだったよ。あ、これじゃあろうじゃん、これ左っていうっけ。あ、これじゃね。どこが目的地なんだろうか。じゃあ降りようかな。降りるんかな、まあ、降りてみようか。降りそうではあるけどね。ね、降りるからね。どっちだこれ。まっすぐだよ。こっちはないだろ。ほら、木あるもん。でもなんか、逆変わりになっていくよね。そう、入るところが違うんで、こっち側から入らないといけない。都会の人だったらね、こういう道通るだけで楽しいんだろうけどね。ないけね。ないだろうね。いやこれは霧がすごすぎて景色どころじゃないわ。これか、これじゃん。え、これ、あ、これか。びっくりした。え、狭っと。ゴールじゃん。その島方面行くんだったら、福岡ナンバーどこるよ。全然見えない。ここから歩いていこう。そうそうそう、荷物を確か置いてから歩いていかねえけんらしいんだけど。そうなん、結構歩きそうだね。いや全然分からん。つうか無理じゃない、これ見えんくない。うん、見えんと思う。すいません、何も撮れませんでした。千畳敷高原キャンプ場、写真でしか見たことないんですが、こちらのキャンプ場はですね、晴れてると山の上から海が見下ろせる、かなりロケーションのいいキャンプ場になってるはずです。ただですね、山の上っていうこともありまして、こういう風にですね、雨が降ってるともうほんとサイレントヒルみたいな世界になってます。こちらはね、必ず晴れた日にリベンジしたいなと思います。お疲れ様でした。このさしたまま、あ、車があるよ。まだキャンピングカー。あ、もうええ感じやん。ここはね、綺麗だと思う。自販機もあって。そしてこちらが伊賀見海浜公園オートキャンプ場。ここもですね、海に面していて、かなりロケーションのいいキャンプ場でした。このキャンプ場はですね、日本海に面してはいるんですが、一応湾内という感じになってますので、波もとても穏やかです。このキャンプ場はですね、オートサイトになっている部分と荷物を運ぶ必要があるサイト、この2つに分かれています。荷物を運ばないといけない方は1000円弱で宿泊できるんですけれども、オートキャンプ場の場合はだいたい5000円弱の料金がかかるようです。遊具がね、少しだけ備え付けられてあったんですが、この遊具はですね、おそらくコロナ対策だと思うんですが、使用禁止となっていました。で、海に面しているということでですね、もしかするとですね、釣り竿とかを持っていくと釣りも楽しめるのかもしれません。ピザ窯があったりもしたんですけれども、僕がね、このキャンプ場で一番気になったのは、完全予約制ではあるんですが、シーカヤックを楽しむことができるというところでした。シーカヤックが楽しめるキャンプ場っていうのはですね、なかなかないと思いますので、魅力的だなと思います。さっきの5000円したキャンプ場があったじゃん、オートキャンプ場。あそこも俺がええなと思ったところはあったんだけど、そこの裏はね、すぐ遊具が置いてあったんよ、あの滑り台とか、だけどやっぱロープでぐるぐる巻きしちゃったもんね、使用禁止って。お、こういうんじゃないこれだ。あ、でもこれただの駐車場だろ。でもいい感じじゃない。まあいい感じっぽいけどね。確か夏しかやってないよな、ここ。多分降りていくんだろう。っぽいね。まあね、ちょっとまあ一回ミュージアム見てこようかな。今回ご紹介する最後のキャンプ場は、角島大浜キャンプ場。
このキャンプ場はですね、ずっと気になってたところで、今回初めてね下見に行ったんですけれども、ここはですね本当晴れてるとロケーションがいいところだと思います。ただですね、車の乗り入れができないようでしたので、荷物はね最小限にまとめたりとか、キャリーカートとかそういったもので運ぶ必要があるんだと思います。キャンプ場自体はですねそんなに広いところではないんだと思うんですけれども、もしですねこういったところでソロキャンプとかができるんだったらかなりいいなと思いました。若干怖さはありますけどね。晴れた日のロケーションは本当に最高なんだろうなと感じるキャンプ場でした。ということで今回は山口県のキャンプ場をピックアップしてご紹介してみました。山口県というとですね、あまり観光名所というところもないかもしれないんですけども、キャンプ場はですね結構いいところがありますので、この動画を見てですねもし気に入ったところがあればぜひいつか出かけてみてはいかがでしょうか。それでは